今日も一日お疲れ様駄菓子屋あるある屋が9時をお知らせします 皆さんこんばんはついなま発火市の時間です今日もユーストリーマーの聖地駄菓子屋あるある屋からお送りしておりますゆめホームの石川芳一ですさゆみ927北村さゆみです 寒いね、寒いね見てるだけでも寒いね、<laughs> なんか余計寒いんだけど、ね、いろいろあの質問が来てまして、螺、うん、族は最後まで持つのかなって、ただお X さんの質問だったりとか、<laughs> えーとですねあのまあ、その子、小柄に寒いのに服買えんの、石川さん、そのジャンパー着せちゃりんさいと、あくびさん。お断りします <laughs> 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 そしてあのミラションさん、あんな体になる予定イン,チキして <laughs> インチキってどんなインチキって、ドーピングねえ。ねえすごい筋肉ですねとかっていうのが、ね、来てるんですけどまあ、これはまた、あのこれはでの息<え>ここであねば、後ほど,、はい後ほどはい、聞いていきたいと思います。で、12、えっと、星座うならいいが引き続きあるんですが今日あんまり星座揃ってなかったんですけど <laughs> 今、どどっと出ましたかね。バサッとバサッと サソリ座の人を現在探しておりますのでサソリ座の方をツイッター上で誘って遊びに来ていただきたいと思いますえー、皆さんあ天秤座いらっしゃいましたねえー、皆さんそれぞれ書いていただければと思いますなんで兄ちゃん上半身わらわらわらみたいなねそんなんばっかり全部持っていかれとるのよなんかねですねこのラ族の方はどうなったやっぱりラ族なんですね 目がいきますよね、ねねえそんなこんなで私も少々興奮気味にお届けしえここら辺詳しく後から聞かせたのこれはね、後から詳しくね言わないといけないですよねちょっと私もう放送の始まる三十分前にテンショングワって分かりましたからね、いろいろあ、ここら辺もね、なんかそんな感じでね、本当。どんな感じかそんな感じでこんな感じなんではいテークレ言うまでは笑わさないでくださいということでお届けしていきたいと思いますじゃあ今日もどうぞよろしくお願いします ついのも二十日市、この番組は住宅リフォームと外構工事でおなじみの、素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。ついなば、二十日市。おいうん、はい。昨日ね。はい。 あの初めてあの宮島水族館お,<ー>おやじマリンへ行ってきておやじマリンってなんかあの夢がない感じなんでやめてもらえますかね <laughs> そんな <laughs> 大行列ができる夕景、うん、朝早う、まあ、9時出てねどうでしたもうでも半年すすいすいうん午前中はねある程度ふいふい入れてる、ね、すいすい入れるんだ、うんで こう、中入ってもふいふい出てあらもう終わったみたいな感じで <laughs> <laughs> そういうこと言っち,、ね、ちゃいけないですうもうちょっとあの、中の感想とか教えてくださいあの、あの1階2階をね、うん、ぶち抜いてカキの養殖をね見れるようになっとるのよ 2> へ<ー>2階の上もカキイカダがあってそっからカキがぶら下がってこう、1階までねそれはあの、あつまりだから 私たちが上からしか見てない牡蠣のその下の状況が見えるってうことですそう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 へえイカ方の下をこんぐらいのサメがねこううよ,うようよってね <laughs> これは宮島じゃ泳げんのよな <laughs> しよと <laughs> 水族館だけだって <laughs> 水族館の中だけで<う>大丈夫ですよねでまあグッズコーナーも割と小瓶に貝を詰め放題言うんだねへ<ー>うん

うん、水族館だけだしにこうブラ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 9時に出て帰ってきたら3時4時ぐらいだったっけどね、うん、ちょうどええスポットじゃないのね<ー>遊びのなんかあの、最近ちょっといろいろまた変わってきてこう観光スポットの中にちょっと洋風なレストランみたいなのができたり、うん、カフェができたりっていうのが今すごい頑張ってるんですよねやっぱりあのほうね、うん み慣れんおしゃれさいうんかな,なれんおしゃれさ確かに <laughs>、うん。あと大河ドラマの「あの、平の清盛館」お<ー>うん、あれが宮島水族館行く途中ねあるんよ。うん、割とまあそうね行く途中でもこう楽しめるような感じなんで、うん、まあ割と、まあ、昼から団体さんがね、うん、わさッと来てね これはちょっと昼から来たら大変だな思うけど午前中は全然ゆっくり見れるよ平日かもしくは午前中ですねこうだなはい狙って行ってみていただきたいと思いますやっぱ牡蠣の匂いがね焼き牡蠣の匂いがねこう宮島つくともうんか匂いますよね今その牡蠣はねいいですよね食べましたいやうちは禁止されとるよあきをあのノロウイルスかああそうかやっぱ小さい子がおる家はね 怖いです、ね、お父さんまあせめてね焼きガキでも結構焼いたちゃんとしたよく蒸したのを食べないとっていうのはありますね。そうそうほんまの加熱処理したんだけどうんなかなかねやっぱりこう警報いか注意報が出てるときにはうんより使うほ方がいいかなと 栄養妨害的なコ,コメントで <laughs> <laughs> その代わり私がパイぐらい食べてるんで大丈夫だと思います <laughs> いや好きなのは好きなんだな好きですねちょっとインフルエンザとノロはなうんちょっと子どもはねえー、と宮島りんなんですけどオイスターウーマンさん宮島り行きたいと、うん、そして柿き子さんは午前中行ったらねやっぱり吸い取るよってうん割と全然並ばずにほんで足かしょうもねチャット吸われてね あ、そうでですすか大、うん、大盛盛況況、だったね、うん、ちょっとねなんかまあ冬は冬ですけど別にね、うん、ちょっと寒いの我慢すりゃ、うん、<laughs> ピューピュー海風に吹かれながらね見たくなねそうですよね、うん、ちょっと海風強いけどまあちょっと冬のスポットではないって言われればそうではないですもんねそうそうあの足顔をね調教しとるお姉さんがね可愛かったね出た見てるところ違うまたすごい、うん 確か以上にええ演技ショだよね<ー> <laughs> 演技なんですかちょっと待ってくださいよいや要はキャラクター賞によるような、うん、ハツラツしたお姉さんでねんあ、宮島にこんな人がいるんだ思いながらねうん,うん感激したよ、ね、<laughs> じゃあ、えっ、ー、と、お子さんたちはね十分楽しめるしお父さんたちもでの保養ができるということで、ね、ぜひ遊びに行ってもらえたら そうじゃね <laughs> 説得力あるな行 <laughs> <laughs> ってみていただければとねそうそう思いますけどね、うん、結構今もあのオープンしてね日にちも経ったのでお50万人突破うん早かったですよねやっぱこう,うわファーと行くよなうやっぱりあくびさんとかねこうあの混雑落ち着いた頃に行くって言って,言ってるよっていう話なんですけどもうそろそろ落ち着いた感はありますかね そううじゃろな、結局わしら昼頃言っうても、うん、もう昼飯もそこまでまたんで食えたっけね、うん、食いもんやでええ、うん、だいぶ落ち着いとんじゃないかなじゃあぜひまた行った感想とか皆さんにも聞かせていただきたいと思いますけど、ね、はい あのー、ずーっとここに書いてあるんですよ「えー、と室温は何度ですか?」とか「ですね、えー、と風邪をひくんじゃないか?」とかね早くこっちに話を振ってあげないとちょっとそろそろかわいそうな感も出てきてるので <laughs> いきますかどっちにしても一時間わらないといけないそう,そう,そう,そうどっちにしろいなきゃいけないんですけどしゃべったり動いたりした方がちょっとまだ、ね、緊張感高めた方うが高くなるかなかしゃそそううでですねじゃあ元の話に戻りましょうか <laughs> それでは <laughs> いやいやいや,いや,いや、はい、今日のゲストコーナーに行きたいと思います。はい、まと今日のゲストは骨髄検診、新球接骨院の玉木武和さんです。はいそうです。改めまして、<laughs> えっと二十階の宮内で骨髄検診新球接骨院の院長をやってます玉木武和と言います。いやいやいや よろしくお願いしますよく言えました <laughs> 下かみそうだあの血筋は沖縄なんで玉城は玉城で玉城と言います<ー>育ちは大阪です非常にあやこしい南国の地で関西生まれです <laughs> で、今広島に来て四ヶ月目になりました十月の一日から広島の方に来てこちらの方で生骨院やらさせて持てます<ー>ちょうど四ヶ月 まあ今石川さんが言うた通り僕行くところが初海地に住んでますので宮島しかありません <laughs> 宮島すでに7回ぐらい行ったんです <おー S 2> はい宮島の良さをこの初海地の人より詳しいです優秀ですよね8回行ったってことはこ <おー S 1> 今度教えてもらわないけどいろ<は>いろ <laughs> 聞かんといけんことかありますけ、はい、8回だわし わしもどっこいどっこいかもしれない。十年ふんどるが。逆になんか近場の人が行かないっていうのはそうなんですか。よく言いますね。あ、でもそうかもしれない。私も仕事の時以外行ってないかも。いや、ちょうどね、あの本日記ファンがデキオルのわし見ようたい。あ、りがとうございます。よ、あの目の前のジョイフルっ近いんですよね、ここからね。このうちの裏だよね。はい、もうすぐ裏なんで。で、本日記ファンの真ん前うちのでかい看板がある夢ホームって。 はいありますねジョ,ジョイフルのでーフォい。に串戸の駅もあるし <laughs>、はい、ほんであのこっち来てから特に僕フェイスブック始めたんでうんなもう石川さんのことが気になって気になってね <laughs>、はい、あ<ー>ほんであの友達になってもうてでよくあのウォールを見るようになりましてあとほんで今回ねどうしてもお話ししたくてこちらに、ねはい、お越ししました。 ありがとうなかなかねこの帽子がね、はい、あー思ってからねどれのマークなんですかいや違いますけど、はい、普段は <laughs> あの、帽子取って仕事できないんでああ、はいあの、石川さんがよくニットかぶってはるんではい、それに対抗して僕はっとかぶってきたんですけどそういう時に限ってかぶってなかったといね残念だなぁなんか暑いなぁ思って今日今日は暖かかった暑いよ暑いですねはい、やっぱりちょっと切るかこれやっと今十四度になったところなんで、室内温度はいほんね パッと骨継ぎ言うたら私何なんかな思ってから、はい、聞,聞いたんねはいそうですねまああのー、今でいう整骨院っていうのが昔はあの接骨院骨をつなぐ院その前が、うん、一番前が骨継ぎって言ったんですね<あ>一番スタートは骨継ぎそして接骨院整骨院って名前が変わってきたんですね、うん、でそれの根本をまた改めて見直そうと。 伝統技術は何やったのかっていうので、名前を骨継ぎって形にさせていただきました。<ー>はい。でも、あの中身はちょっとあのあの最新の設備をはい、あの it からあの機械から全て最新の設備を整えさせていただきましたので、ちょっと骨次っていう名の,はのうあの伝統技術と最新の、うん、あの機械はい,は,はい、技術を持ってあの今やらさせていただいてます。 おお、<laughs> 私の声じゃないんですけどね、はい、これね。何聞こうか、もえたんが今。吹き飛んだけどね。<laughs> 全飛んできたんじゃね、<laughs> 今ね。ああ、そういうしかなくなるじゃない <laughs>、うん、びっくりですね。いや、結構ね、目線見た感じ。面白いね。はい、ういこう。バーンと骨継ぎって感じで。はい <laughs> 横で弁当無料だよね。はい弁弁当屋ホットモットです。あら別の店だ。系列一緒にやってはないですね。はい。あそうだったんか。いやただあの昼間の昼食は隣のホットモットから取ってます。あも全然関係ない話です。横とは仲良せんと。はいそうです。ね難しくなるね。うんだけどワルト広い店が広い。どんな 料金体系なりどんなことができるとかあのーはい、基本的にあのー、根本から直すのがあのー、僕のモットーですのであのー、コンセプトっていうかまず骨盤っていうのをまず中心に見させていただいて、うん、で体の中心軸そういうのを整えてそこからあのー、それに合った施術っていうのをさせていただいてますので骨盤ダイエットにはいそうですあのまあダイエットもできますけどねはいただあのー まあ、ダイエットもできますけどやっぱ根本的な治療っていうのを踏まえると、うん、どうしても体の中心である骨盤っていうのをあの中心にまず見させていただいて、うん、そこからあのいろんなあの機会を置いてあの治療をさせていただいてます。はい、普段はあの こんな帽子もかぶってませんし。あ、本当。はい、隣にこういう裸の人もいません。はい、でも皆さんが気になっているので、そろそろ僕がちょっと一言。一言だけ、はい、あの隣に居るのは。うちの移植の整骨院の先生。実は現役のキックボクサーです。地下の健診先生です。はい。はい、なぜこのような格好をしているか。実はね、昨日、あの。現役の。 キックボクシングの試合が関西でありまして実はここで負けてたら僕ここで公開丸坊主をしようと思って葉っぱかけたらしょうもない勝ち上がったんですねその括弧で今日は一緒に出演しようかと。

いう話はしてくれます。<ー>はい。ただあの移植で現役のキックボクシングをやってますので、それでまあ今日はあの寒くないということで、はい。この人以外みんな寒いですけどね。じゃあこのこのイケメンで。 強かったらモテモテじゃないの？そうですよね。はい <laughs> で、ね。でも決して言わないですね。プライベートは。うん、ああ、き聞,聞けないですかね。あいや、聞いても教えてくれない。教えてくれない,、はい。教えてくれない。いですね。はい、すご、ね <laughs> はい。ね、<laughs> ガンガン入ってきますけど。<laughs> 全然ダメじゃねえ。<laughs> 友達思いじゃないね。<laughs> 友達思いなんですか <laughs> そこは？わ、芋づる式に引っ張られいでいけない、ね。 あのまず最初に生体の話をしたので、えっ、ー、と話がいろいろ来ていて、うん、えっと長い間生体に通ってますというバイク美容師さんとかですね、保険とかはどうなんですか？うちはあの保険も使いますので、<お>はい、お安く治療できることができます。それはいい。はい。<laughs> はい。もみもみほぐしとかすごいよ見るじゃない。 ですよ。あ、そうですね。なんか、一気に増えたような感じでな。あ、そうですね。はい。あれとやっぱり、一線を隠しるよ、ね。はい、そうですね。僕らは、一応、あの。学校を三年間、ちゃんと勉強しまして、それを卒業して、で、国家資格っていうのを取りまして。試験も受かって、それであの、今、勤めてますので。えー、国家資格が。はい、国家資格があるんですね。<み>で、もみにきゅうとかはう、ね。はい、そうです。特に。もみにきゅう。<laughs> よく知ってますねさすがですやげんぼりなりそうき近くだいどんなすごいなその免許僕も欲しいですで骨人体、筋肉関節っていうのに特化して勉強させていただいてますのでその辺を僕らは中心に考えて治療っていうの入りますのでひょっとしたらその辺のマッサージ屋さんとは 少しし違うかもしれませんね一応考えて治療っていうのをさせていただいてますのでやっぱりねちゃんとした勉強をしとる人がせんとなんか筋が違えたとかいう聞くもんなたまになんかんん行きたいですね行かないといけないですねはい特に知の先生に会いに来てくださいもうあのー、あ<ー>でも私ね首なんですよね首 <laughs>、はい、首も大丈夫ですよ首首から全部、はい、首はもうバキッてか。 うん、もうそうやって治るんだったら一発で治したいぐらい <laughs> どれだけもうこの体調の悪さが出てくるか、うん、骨盤のズレはでも分かりますよね<あ>自分でね,でねあらおかしいなっていうのは、はい、うたまにあれどれくらいのスパンでいくもんなんですあのー、まあ人個人差はありますけども、うん、今までの歪みがねすごく強い方っていうのはやっぱりある程度何回かさせていただいてますで基本はまずあの骨盤自体であの3回ほど。 はいさせていただいて<ら>骨盤はあとはあの一回調整期間入れてまあ個人差あるんであとはもうその患者さん同士とあの僕のあの見立てであの判断させていただいてますうんやっぱり一回行ったら三三十分とかああいう感じいやもう体全部まず話聞かしていただくのであの特にあの一人ずつの僕問診っていうのを大切にしてますので一、うん、回の問診でまずだいたい初めて あの来られた方はお話だけで20分ぐらいはかかりますん、はい、ほんでそこからあの施術とあと電気と機械とか全部入れたら、まあ、受付も合わしたら大体1時間ぐらいになりますね<ー>はい1時間ぐらいになりますでも2回目からはぼ、まあ、僕の話がちょっと省かれるので少し短くはなると思いますただあの最初のその20分っていうのが僕すごく大切にしてますのであの隅から隅まであのお話聞かせていただきますのでどうしてもやっぱ1時間ちょいはかかると思いますはい、はい 保険が効くのが嬉しいね。とかとですね、えー、ヘルニアなんだけど、なんとかなりますか？はい、あの大丈夫です。はい、大丈夫です。あの骨盤根本からも直してでヘルニアっていうのもあのまあ、程度がありますけども、あのしれからあの痛みまでで。まあその患者さんの症状を見させていただいて、あのきっちりと、うん、あの治すようには見させていただいてます。 ちななみに首のヘルニアなんですすけどはい大丈夫で先ほどバキバキっていうお話しされましたけどうちはあの骨を鳴らさずに治すすんですねまずあのよく聞くのが手の骨鳴らして骨鳴らしちゃダメだよって話聞くのに体の腰の骨鳴らすのがよくあるんですねでもそれで結構矛盾してるので,で今はあの西洋医療も東洋医療もそうなんですが日々日々進歩してます。 はい、で僕ら側の,あの施術も進歩してて、まあ、骨をならさずに、うん、あの痛みなくあの骨盤を矯正できるっていうのをあの機会をうちは取り入れてます。ちょ,ちょっと ババキバキはい大丈夫ですそれは多分ねあの、うん、物足りる物足りない満足感だけで、うん、あの戻りが早いんですね骨を鳴らすと戻りが早いので鳴らさずにするようにあのもう心がけてますねだから、うん、今一番ちっちゃい子は小学校2年ぐらいからうちで十何歳のおばあちゃんまで全員できますので、うん、はい女性も誰一人あの怖がったことないですし痛がったことはないのでね 安心して、あの来ていただけると思います。先生の顔が怖いぐらいです。それは僕がね、<laughs> 自分で言うんですよね。あの石川さんと一緒で。<laughs> はい、もう僕車で取って食われるんちゃうかな思って。大丈夫だよ。はい、大 <laughs>、はい、はい、もうね、話させていただいて、ちょっと安心しました。<laughs> 話したら平気いうかね。<laughs> はい。ちょっと本当はギリギリに行こうか思ったんですけど、ちょっと早めに行って。石川さんを見、見ないと。 怖いって地下先生が言うもん <laughs> やっぱりそれでですね、はい、えとパキラさんが、えー、と定期的に行ってると疲れにくい体になりますってそうなんですか、はい、あそうですねあ,のある程度来ていただくとやっぱりどんどん体は楽になると思いますそして来ましたねやっぱりみどりさんこういうところ突っ込んできますよね頼めば「家族で施術してくれるんですか?」<laughs> <laughs> って。も 今回に限りオッケーです。オプションに、受付に来ていただいたときに、裸族でと。伝えてくだされば、きっちり僕はあの締め入れますので。わかりました。はい、だそうです。みどりさん頑張ってください。言ってわしが裸で出てきたびくすら。ビクフ <laughs> <laughs> 近いけすぐ行けるよ、ね。<laughs> えー、あそうですねね近いです、ね、そうですすそうよ近いんですから <laughs> でそれ指名が入った途端に行くんですがちょうど裏口ありますが、ね、<laughs> 来たらしいよ、はい、裏からお願いします <laughs>、はい、いやーそれも覚悟して一応言ってください <laughs>、はい、一か八か的なで、えっと、あくびさんがですね交通事故にあってあごめんなさいちょっとこれを私が全部バッと読めないんですけど長年はい 病名をこれ間違っちゃいけないんであれあえて読めないんですけど読めないわえっ、ー、と脳髄んだろう脳骨髄液減少症っていうんですかね<あ>でえっ、ー、とずっとこう思ってるんだけど <laughs>、えー、脳外科と生態とかいろいろな連携をしてくれたらいいのになっていつも思いますとそうですね、うん、今あの僕大阪の方からあの来たんですが大阪の方のね あの整骨院ではすごく僕つながりがありまして今ではメディカルリンクといいましてあのお医者さんとあと僕らとあと介護の3つを連携させようっていうすごい運動が起こってましてそれをメディカルリンクっていうんですね、うん、それの方ねあのだんだんそういう運動も起こってきてますのでその辺やっぱりね僕あの皆さんで考えて流れができたらいいなっていうふうに今一から取り組んでいます。はい はい、すごい人間が初会社に来たよ。ねえ、あのオイスターマンさんがおっしゃるには、うん、えっと西広島タイムスに写真が出てるのを気になってたってあ。ありがとうございます。あ、そうなんですけど。はい、出てたんです、ね。はい、そうですね。あの、あの西広島タイムスのちょっとだけ、出させていただきました。お恥ずかしい話。あこの店やつ。はい、うん、ん、この店っていう。いや、あの骨継ぎっていう感じで。はい、あの体直しますよっていう感じで。バンというふうに、ある程度の大きさで、出させていただきました。 素晴らしい。うんはい、そしてみどりさん早いです。やったってきました。じゃあちょっとそろそろそ石川さんと話したいことを、うんはい、聞いてみましょうか。いはい、あのー、僕が一番石川さんに会いたかったのは、はい、先ほども話あのちょっと収録前に出たんですけど、すごくワンピースが僕好きなんですね。<laughs> そこは誰にも負けないぐらい。好きやとで。石川さんも大好きやと、えー、どの辺まで好きなんかと。でまあ、大阪のあのー。 実はおった院で、まあちょっとあの大阪にもあの院がありまして、あのそこはねあの見事にワンピースの名前を文字って、<う>白ひげ青骨院だの、あ <laughs> はい、フェイスブックで見たことある、はいロギア整骨院だの、はいもうワンピースの名前をもう鳥にとって、そろそろ限界あの著作権っていうとこでやめました。えー、その一つの院では棚にまあそうですね、三十万から四十万ぐらいかけてあのフィギュアを並べて。 まるであの遊び場のような整生活になってるとこもあります。羨ましい。ぐらい僕もワンピース好きなんで。はい。その話を。ちょっと旗がひらめきおるぐらい。これ僕も持ってます。千五百円した。はい、同じのもたしてそれこそさっきね、あの東京でイベントがあるんだけどっていう話が出てたとき、じゃちょっとニヤニヤんとはい、そうです。ちょっとどころか、俺もなんとか時間つぎ都合ついたら石川さんと一緒に行きたいな。へ 去年の夏までねなんやワンピースなんかにねですよねもう俺長男と本屋行って、はい、あの総集編のごぶついやつが譲りょまあ試しにこんなに人気あるんだけど面白いかもしれんどうやってから、はい、でパラパラ読み出してもう夜2館会に行ったっけねあっ<の>すごいどうやってかあの何がいったあのなんていうんですかね仲間力ですか ルフィの,のな仲間の力ですかね。そうなんかみんな、はい、みんな集っとるけど我が目標があるですねけど我がことばっかりは言わん、はい、絶対自分のことは言わずにこうほ,ん、ま、ほんまチーム力ですねほんまに今の現代にかけてる夢とか、ね、あの仲間の絆とか。 ね、そういう愛だとかもうすべてが詰まってるんで、まあ、僕よく言うてたんですけど教科書読む暇あったらまずワンピース見ろと<ー>まずワンピース見て社会を勉強しろとう人間力を養えとよく言うてたんですけどねスタッフにはみんな何なんか「何言ってん」って顔いつもされるんで <laughs> <laughs>、はい、でも呼んで,み呼んでいただければわかると思うんですよね、はい、大人が感動するって言いますもんねちょっと泣いちゃいますからね はいほうなあの頂上決戦のとこなんかねんもうほんまに知ってる人しか分からないという2人目だねワンピーフファン結構確率高いのは高いですよね囲いの宮地さんいうがやっぱりワンピースの大フ安ンからもずっとワンピースの話してはった すごいあの、うんね、いい話がそこでも「ワンピースのいい話になって、はい、なんちゅうかね,ねこう、男が泣くじゃない人のためにね、はい、あれが僕ら来るんで,、ね、るんでしょうね、うん多分うん、男が泣くのは恥ずかしいことじゃない、うん、その自分のために泣くんじゃない、はい、人のために泣くじゃない、うん、あれは必要なものよね、はい、人間としてあれをこう、訴えかけるよんは、わ。 ま、漫,画漫画じゃ不満作品じゃないですね,ね、はい。特に今の子はやっぱ夢っていうのが多分すごい、うん、あのおぼろげで自分の確固たるものが少ない子が多いと思うんですねそれをやっぱね一つに見据えて、ね、何があっても突き進むという,う、ね、その姿勢がもうねもう最高にそうそうはいあの僕は大好きなんですね。はい、それでも石川さんと喋りたくて喋りたくて。<laughs> <laughs> はい やっぱ子どななんでかは言わんけど最近あの学校の先生と話する機会が多いんだけどね、はい、その諦める子が多いああなりたいなあけどどうせダメだよなみたいな、うんうん、何が子供もら、まあ、無限大よね何になりたい言うても何でもなれるのにやる前からまあ、どうせダメかな言ってその。 小さい子がなんでその夢をあきらめる。海運がやっぱり。大人の社会の影響を受け取るんじゃないか。うん、で、やっぱ、お、元気な大人が。うわーあ、あえて、俺は。大人の背中見て、子供は育つわけだけ。うん、やっぱり、子供も。頑張りゃできるんだみたいな。感じになるんじゃないか。うん、うん。で、わしらがこう。まあ、初会長元気にする会とか。はい、こう、いろんな。 イベントやっぱりこう元気な大人を子供らに見せる、はい、うんやっぱりわしらもこうワンピース見よったらやっぱげ元気ないですよね。うん、で涙流しながら笑いおるシーンとかってああいうのはなかなかないですよね腹が痛ってもう涙流しながら泣くいう笑ういうんがああいうのはやっぱりおお。 そういうのを大人が作っていかないけどね、思いながらね、うんうん、まあまだまだだけどね、うんうん、ああいう漫画から得るもん言うたら馬、ま、鹿、あ、にしとったけどね、漫画で大体だったら北斗の拳のラオウがこう死んだ時以来やったね。<laughs> <laughs> 高校の授業中泣いたけどね読みながら何を泣きおるんって言われながらまあ席が一番後ろだったけどよくやってましたねこの後ろで下でね読んでました読んでましたやってましたよ教科書は涙で濡れたよね漫画読んでてねねそんなこともなんかみんなあのやっぱり「ワンピースの話にあそこに行きましたねってなってますね ワンピースこう誰が一番好きですか僕ですか、うん、やっぱね一番好きなのはエースなんですねおねあの。兄貴のなんていうか高みにいるところですかねあ、うん、やっぱりはいもう危険のエース危険のエースがもう愛してやまないですね,ほうね、はい、一応あのインでこういうふうにこうプラカード、うん、名前つけてでちょっと キャラクターを1個ワンンポイントでででけてるんですねでまあ、彼このまんまなんで彼は「キン肉マン」のかわいい絵を <laughs>、はい、僕はあのやっぱりエースの絵をなんで院長だけそんなかっこええねんと <laughs> それはただただエースが好きだと <laughs> はいでだからもうねもう外せないっていうぐらいやっぱねあの,あのなんていうんですかね弟思いのところ,と,ころとか<ー>そううねはいもうすごいかっこいいですね。 あほんまに泣いた時はもう僕は織田栄一郎に「もう何の手紙出したろうかな」って「んで殺すんや」と「<laughs> 何しよんねんと」と何回思いましたかねやっぱり、はい、でもあのシーン言った時何回も泣いたんで見てどうしてももうねああ助かるんかなも思うてからね、はい、そこの田中邦衛かやってしもうたよなははい、ねはいそうですよね海軍が。 えー、多分ねこれねワンピースの話をずっとね、うん、あの止めないでおくと多分8時9時超えるので <laughs> 9時じゃないや10時超えるので <laughs> ちょっとそろそろ参入したいなと思うんですが大阪の整骨院のさっきの,あの話なんですけどまだ、あ。 あるんですよね、白ひげ制服っていうエ、はい、ースもありますよ。はい、で、あのアメブロを出してくれてるんで、イチローさんがこのアドレスを見ていただいたら、今乗ってましたのでご覧になっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。えー、っと、お兄ちゃん寒いんちゃうかって心配してくれてますし、あの途中から入ってきた方がですね、ええー、この裸のイケメンさんはとかですね、えー、っといろいろあるのでちょっと。 やっぱりですね、せっかくこの格好で来ていただいたので、えー、と昨日が試合だったんですよね,そうですねあの大阪の方のあの会館で、うん、ポスター、実は持ってきあったんですけどね忘れちゃったんですね、名刺とともにす、まあ、<laughs> 近いねすごく格好よく写っててあ多分ですね、皆さん聞いてみたいことだと思うんですけど接骨院の先生をしながら現役のキックボクサーさんということでけキックボクサーの方が先でした へ、えーそう、そうですね。をしてて、はい、で、えっとい、性骨院をされたっていうことですよね。あ,あはい。<laughs> <laughs> なんかこう、きっかけとかがあったんでしょうか <coughs>。いやなんか十代の頃から、あのー、まあ。ちょっと筋肉見せないのか。あ <laughs>、<laughs> そこ<う> <laughs> あま,まさかキックの鬼を読んでからじゃ、まあじゃないです古いか <laughs> 古チーターだねそうそうそう名前が今そうなんかですね、うん、そのまあなんかやっぱり十代の頃なんか強い人がなんか憧れにあったですねなんかおぼろげに、うん、でまあ 強くなりたいっていうので、まあ最初はボクシングを始めて、強くなりたいとは普通ジャッキーチェンを目指すだろう。いやそれ違うでしょう。<laughs> ね<え>、全然違います、ね。<laughs> ちょっとピントアずれとで <laughs> まず水拳を学ぶ流れ変わり。水泳ですからね。まあ、水の水が違いますからね。え。でえっ、ー、といつ頃からこう正骨髄の方に。 そうですね3年ぐらい前ですかねいろいろちょっと本気で格闘技やってたりしてたんでん格闘技いう言葉がええよねでも現役だと大変じゃないですかこう練習とか夜やなそうですね夜<ー>昼かはいたま,20日市たまにあのたまにあの昼間の休憩時間が一応インありますので、うん その時間にあのトレーニング行ったりしてますので偉いねはいあの <laughs> 宮内の方をたまにこう歩いてたら走ってんの見るかもしれないですねは <laughs> い <laughs> あーなるほどな、はい、惜しいなわしが K1 現役で出た頃なら出てきたの出 <laughs> られた <laughs> ボックスアップと戦うたけですボックスアップ <laughs> かわいいですねすっごいかわい可愛い感じですねすごいなんかちっちゃいのが出てきそうですよね <laughs> へねえ。ねでも大変ですよねいろいろでもやっぱりこうなんかやろう人間言うたら輝いてる、ね、うんですね次はいつあるんですか次はちょっとまだわかんないですけどまあ春ぐらいですかねえ春言たら ドラえもんとかぶるじゃないかそれは映画ね <laughs> それは映画ね中心してもって <laughs> <笑><笑>一回きり一回きり <laughs> <ー>やっぱあの試合始まる前試合始まる前は減量がすごいですよ減量がすごいいますよね <laughs> 何てあるのそうですね今結構だから昨日だったから絞ってる方なんですよねそうですねまだ絞ってる方うですねあはいう 筋肉のつき方は違うよねねもうみどりさんキャーキャーですからねさっきからパズ飲みが、はあ、これおかずができたわぁ思いたな <laughs> <laughs> さてはいじゃあ行きますか次座右の銘座右の銘が、はい、はい、あの先ほどもあの言うたんですが <coughs> あの僕の名前は玉城で玉城と言います沖縄が、はい、あの血筋になってますのでじゃあはい。 なんくるないさあと、なん<ー>とかなるよと、はい、気楽に行こうやっていうのが一応僕の中の一番のあの言葉になってますね。うん、はい。はい、ナックルカイザーね。はい、ナ,ッね <laughs> ナックルカイザー。体重 <laughs> <laughs> か。はい <laughs> <laughs> <laughs>。ね勢いで行ってしまう。すっごいでも。<laughs> すごいでも、文字数的にも合ってますけどね、ナックルカイザーね。ねはい、<laughs> でも、ナックルナイザー。材の目変えます。<laughs> <laughs> はい。嫌だ,だ、嫌だ。次からナックルカイザーです。<laughs> けど、沖縄いことは絶対ビッグダディと友達なはずなんよ。うん 沖縄っていうことは小ファン知らんしゃん <laughs> 知らなですねもうね、困った話がいろいろ <laughs> 返せない話がいろいろ出てきてるところでえっとわどんどん来ましたよただおやっく、と、さんが広島にそういうキックボクシングのジムがあるんですかとか、ね、はい、ありますあるんですかはい、結構ありますねで、えっと、試合までの減量はかなり苦しいですか そして今回は、まあ四キロぐらいだったんで、あれですけど。その前の試合は一回で十四キロぐらい。ちょっとして。それ十四キロは結構自分の中でも大きかった。大きかったですね。一回 <14? S 1> <laughs>。どう、どう、どう振るの?。もう最後はもう水分抜きますね。いやいやだからもう、本当に飲まず食わず。で。 私ら今減量わけじゃけ、まあこうなっとるけどさらっと言わずね、さらっとねわかるわかるさすがボクサップボクサップみどりさんも、がぜん見に行くすごいですねよし、走ってるの見に行こうっていうねはい そんなな感じじでででいいいですか、ね、れ裸で走れるわけゃちゃんと来てまるから大丈夫だと思います。<laughs> これうとか、ねはいうん、あーいましたね、俺も B1 現役の頃なら相手したのにって、<laughs> <laughs> どっからそういうのを書き込んでるんですか <laughs>。今日ねこう、見学者がいるんですけど皆さん、最近ねあの、よく書き込んでくださるんですよ、ここに来たとしてもね。そうなんです最近、w i f i が通じるんで。さあ、じゃあ、皆さんにお知らせといきましょうか。うん はい、はいお願いしますもう先ほどもいろいろお話しさせていただいてますのであの、まあ、一番のお知らせはあの、まあ、インパクトとともに地下野先生のフル,フルボディをぜひ見ていただきたいとい、はい、そ,れそれがまあ今日のお知らせとスペシャルインパクトかなと、はい、あの今日そのためにあの昨日の試合の括弧をそのまま はい。してきていただいてますので、ぜひ全身を。じゃあちょっとウチさんカメラお願いします。ぜひ全身を見立ってあげてください。はい。すごい。立てはい。みんな録画準備。ますうまいもて。シャイゲットファイティングポーズとって。どうぞファイファイティングポーズいいっすね。やった。シャイゲット。起きた。彼は自分大好きですから。 来たうー来たー来ましたどこもう,うちファも写すのが大好きだけど、はい、<laughs> 好きなもん同士で <laughs>、はい、これはインパクトあるでしょうすごいですね下からと今視聴者数がどこどこどこって上がりました <laughs> やった 乳首の方アップだからなんでですか上腕二頭筋すごいすごいうわぁよしこの顔悔しいもう笑顔が素敵ありがとうございますこれはインパクチですこれインパクチはいはい。パクパクだパクパクですよ本当にはいありがとうございますいいですね ねえ、裸で出た今初めてやが。多分ね、いないと思いますね。一気に行っちゃいました。すみません。わ、はい、あ,あ、全部持って行かれた。<laughs> 今夜のインパクチ、心臓ドキドキ、バックパックなんて。<laughs> <laughs> <laughs> はい、アウト。<laughs> <laughs> アウトも。<laughs> もうみんなの書き込みが面白くて。ーねー。はい。 すごい喜んでます喜んでますみんなみどりさん準備オッケーよってこれかなり気, <laughs> 気合い入ってましたからねはいということで今のがインパクト <laughs> だったんですけど、はい、石川さん判定をしたいと思うんですが<あ>判定のパクパクボードがないのパクパクボードをくださいすごいですよ今書き込みが <laughs> 腕すげーキャーって <laughs> ありがとうございます叫んでます ねえあ,あもうみどりさん遅かったなお腹の筋肉アップお願いします、ね、みどりさん怖くてはいじゃあですねそこから有料になるんだ <laughs> <laughs> さあじゃあということでこんなにあるんですねじゃあいきましょうか <laughs> 今のインパクト値が何泊か皆さん準備よろしいですかあぜひいかがですか <laughs> ちょっと観客にも それではいきましょう、どうぞ。じゃあ判定は。せーの。あら、お、お、そこの男性陣、なしすか。お、あ、ないんだ。四。一、あ、行きました。はい。あ、前泊で。前泊。もう、数えるがめど目処まで。ということで、あとです。ありがとうございます。あとで素敵なプレゼントがね。はい。で、私たちが用意したわけじゃない、素敵な。 マジックでこう「知り」って書きたいね <laughs> <laughs> でねあのね多分そうですねアー,カブアーカイブの再生回数が新記録に違いないはきっとそうだと思いますはいあとから何回か多分みどりさんが10回ぐらい見てくれると思うのではい大丈夫だと思います一時停止込みでね <laughs> やりそう <laughs> 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 停止しそうですね <laughs> ここここみたいなやりそうやりそうえー、っとじゃあですね ここでインパクチに行くんですがなんか来てるのってありますか今日は、ね、ないですよねえっと星座の方は星座先に行っちゃいましょうか、うんはい、ちょっとインパクチですね多分ゲ有料サイトまであったかって <laughs> <笑><笑>あの多分ちょっとですねえっとインパクチ皆さんの中で今日これに勝てるものがないんじゃないかと思うのでないな、はい、先にちょっと星座に行きたいと思います何座ですか蟹座です何座ですか蟹座です 乙女座か <laughs> <や> <laughs> そこか <laughs> 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 はいじゃあ星座発表いきたいと思います準備はよろしいでしょうか明日からの星座占いです <laughs> それでは行きましょうまず11位からですサソリ座の皆さん お金の出出入りりがが激しく,激しくななそうな暗示が出ていますお付き合いで仕方ないのでここは踏ん張りどころ、激しくです、<laughs> はい。そして第10位、第10位は魚座の皆さん気分が晴れないときは素直な気持ちを口に出してみましょう、どこかで誰かが受け止めてくれるでしょう、受け止めるよ、はい、そして第9位はヤギ座の皆さん。 先の展開が見渡すことができる暗示が出ています目先のことにとらわれず全体を把握する気持ちで当たりましょう、うん、そして第8位第8位はい手座の皆さん年齢差や性別は関係なく良い人間関係を築けるかもしれません白いシャツに開運の予感です白いいシシャツお<お>シャツツじゃなな微妙な <laughs> <laughs> そして第7位は双子座の皆さん 年下で頼りにしているお友達がラッキーを運んでくれそうな星回り、ごちそうしてあげてみてはいかがでしょうかないないそして第6位第6位がおひつじお<ー>、うん、予算を少し高めに設定するといいかもしれません。 いやもうや奮発してください。春休みの旅行のね<ー>計画を言いましょう、ね。少し高めにですって。あるね。はい。開運開運これで <laughs> いきましょう。第五位第五位は乙女座の皆さん。<ー>美的感覚が冴える星回り。センスの良さで評価を上げれるかもしれません。ラッキーカラーは黄色です。明日から黄色くなります。黄色服ばっかりて。ボディーペインティングしかないよ。あーそうですよね。ちょっと塗りたくって。赤 <laughs> 方なんだった。<朝> <laughs> そして第4位は天秤座の皆さん心も体も外へ意識すると基地の暗示部屋にこもらず外出を心がけましょう外での仕事がない時に限ってねこういう運勢なんですよねそうですか、はあ、第3位水瓶座の皆さん良い運勢をキープしていますフルーツが幸運を招く星回り、ええ 旬の果物を家族でで味わってきです水水最近いいですね<ス>そして第2位がなんと蟹座の皆さんあ,ありがとうございます予想を上回る高い評価を受けそうな暗示、うん、あなたの後ろ盾になってくれそうな実力者との出会いがあるかもしれません石川さんありがとうございます <laughs> お断りします <laughs> 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 さあそして、獅子座とお牛座の方の中で12位はごめんなさい、お牛座の皆さん、体力が落ちる暗示が出ています、付き合いの良いお牛座ですが、今週は無理をせず、休養を優先してください。いいフレーズ流行ってますからねということで、1位が獅子座の皆さん、好調の大波到来の予感、これまでやりたかったことが目の前にやってくるでしょう、今がチャンスをつかむ時です、頑張ってください。 以上、十二星座占い発表いたしました旅行ね、うん、こう来たら、なんか高めに設定しなきゃいけない気がしません <laughs> 高めても、五人で移動するわけだけ <laughs> 海外旅行ですね、うん、上回る感じねで、ラッキーカラーが黄色だということと はい、そして2位で良かったですよ実力者と出会えそうごめんなさい明日からなんですよ明日からですか運勢は今日ではないんですか今日ではないんですまた明12時まで引っ張ってもらってまた明日ここ来ていいですか私は構いませんじゃあぜひね皆さんいい一週間を過ごしていただきたいと思いますはいではですね一曲挟まずにそのまま っちゃいってましょうか、石川さんのコーナー、でよろしいですか。はい、石川さんが今思ってることを自由にトークしていただくコーナー名付けて、石川コラムです。石川さん、今週は何でしょうか。今週はね、まあ、ちょっと、わし、最近、コットルンが。超超古代の話なんや。ほう<お>。あの。まあ、ピラミッドはいつできたとか。この。マヤの遺跡が。いつできたとか。うん。フォーティアローったら。 こうガリレオとかが「地球は丸かった」とか言って言うけど2,000年前の人は地球がもう丸いのを知っとったいう,もう知っとったとしか思えんような壁画とかでできとるしでそれを考えたらこう人間運はこうサは文明のサイクルがあるんじゃないかないうんがねこう最近研究言うたらあれだけどもそういう関係の本ばっかりね。 まとめてるんだけどエジソンがこの白熱電球発明しました言うて近代になってから言うとるけどエジプト人はもうピラミッドを作くる時にもう使い終わった、うんうん、その痕跡がある。だけ人類が発見した相手今サーギルンは。 もう以前に見つかったものを再発見しようんじゃないんかな言うてねまあ、うん、そ,そういうことを考えおったら人間の当たり前じゃあ思うとるね固定概念ってどんだけ脆いんかないうね考えを、まあ、改めてね思うた、うん、でそんなん昔にあるわけないじゃんって決めつけてしもうとるんが今の。 歴史学会なんだけど、うん、じゃあピラミッドを1個見てもクフ王の時代に20年で作り上げたけどあんだけの石を20年で積み重ねよう思ったら2分間で1個あの沖のポン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 積み重ねや、うん、20年でできないらしい。も、うん、もう今の科学技術でも 無理だという結果が出とるうん、うん、じゃあ何がおかしいんか言うたらもうわしらの今の常識で決めつけとるもんが何かがおかしいんじゃないんかいうことしかなくなるうん、うん、でうわしらのこうどういうかね新しいことをやっていこういう人間がフェイスブック上でも容器おるんじゃけどやっぱりこう やる前からあそんなんダメじゃないって諦められとる部分も多いけどうん、うん、そういう固定概念なしにあ、そういうのもありかもしれないこうオープンな言うかまあ冒険心ね、うん、それを持って当たれば結構できるかもしれない,、うん、いある程度自分のどういうかね頭の思考をオープンにして 決めつけずにこう何でもあ、そうかもしれんなーとかいう可能性を持ってものを見る習慣用は必要じゃなと、まあ、最近特に思ってますうん,うん面白いよなんかきっかけがあったんですかそういうの読もう見てみようというえーとねピラミッドの本を古本屋で買って、うん、読み終わって ピラミッドって表面海水で現れた形跡があるうん、うん、スフィンクスでも水の中にあった形跡がある。いうことはあんな砂漠で大洪水があった。うん、言うたら結構ギルガメ宗助獅子いう歴史の殿堂、まあ、版いうかあれでも大洪水の歴史があったりけど そんな洪水があるわけないじゃんで言うたらもうそこで終わるんじゃけど <laughs>、うん、けど世界各,各地全然つながりがない地域で大洪水の記録が残っとる壁画なり粘土板なりで <laughs>、うん、ただあるわけないじゃんなしにあったとして仮定したら、うん、さらにそっから奥へ入り込んでいけるんだけど、うん、あるわけないじゃん言うたらこう。 そこで割ってしまううん、うん、わしらでもそう結局ピラミッド1個見ても多分歴史の教科書とは真実は違うところになる。うん,うんでそうやって見よったらじゃあノアの箱舟はどうなんかとかうんでマヤ文明の遺跡あれより古い遺跡が発,展発見されとんじゃけど。 ま,あまだ全然調査は済んでないんだけどまあ古いわけないかで終わっとる、うん、それはなしにしてさらに突っ込んだ研究をみんながやっていったら人類の歴史はもう全然教科書が変わるようなもん、うん、でわしらが知っとる歴史一降にしても全然多分真実は違うん、ねうん、でまあわしらこれからやっていこうとすることはまあ まあ歴史になるんかもしれんけどそういう決めつけをなしにして何でもトライしていったら、うん、また違う流れができるんじゃないかな思うね。 えー、石川さんにいろいろ自由に毎回お話ししてもらっておりまして久しぶりに聞きました石川コラムだーというキムニーもいらっしゃるようにですね <laughs> キムニー来た、はい、<laughs> 誕生日だったんですよねこの間おめでとうございましたあのいろいろねこう話してほしいこととかこんなふうなこと話してほしいっていうのがありましたらぜひね石川さんにリクエストしてもらえればもうね。話してくれるはずう、ね、こう顔面痙攣が今ねだいぶ今日だいぶ今日出てますねうんそうそうさっきからちょっ <laughs> 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 うんそれは違うかな <laughs> ね<え>今日ねえらいなりますね、うん、途中からピク,ピク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 なうんであの皆さんですねこうして石川コラムにあの終わったら終わる途中ぐらいからいろいろ感想いつもね書いてくださってますありがとうございますなかなかね全部読むことができないんですけど石川さんはしっかり読んでいらっしゃるはずですので、うん、皆さんぜひ感想とかも送っていただければと思います、うん、家帰ってね <laughs> 一回全部バーっとでもいいそうですねバックさんも今,今来られたんんですねバックさん遅かったんですね今日, <laughs> あ今日会議だったんですって遅れましたっていえいえぜひアーカイブ見てくださいいいもの見れますよはい <laughs> 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 あ男の人によっても仕方ないね仕方ないねいやわからんよそんなことない <laughs> <laughs> はい、ノアの洪水なんかもそうですよね。とかですね。いろいろな、えー、皆さん感想を聞かせてくれております。どうもありがとうございます。後で確認させていただきます。さて、えー、今夜の次の生初会、来いかがだったでしょうか？<お>まずはですね。やはりゲストの方にどうだったか聞いてみたいと思いますけど、はい、いかがでしたか？はい、あの facebook 上でね。あのずっと知ってた。石川さんに会えてでお話しさせていただいて、はい、もうそのままのような。 人だったんで、はい、はい、もうそのままのような人だったんで、改めて嬉しくね、あの。ありがとうございましたと、今日はお誘いいただき、ありがとうございました。はい、そして約一時間、この、いや、一時間以上か。番組始まる前から。一応今やっと、ここの気温十五度になったんですけど。一度しじゃ。いかがだったでしょうか。そうです、最初ちょっとやっぱり、寒く感じたんです、あの、ちょっと筋肉、あの。 アピールしだしてからちょっとすごい今暑くてあ、そういえば一番肝心なことがあったえっと6パックなのか8パックなのかどっちだろうっていうのがあったんですよ6個に割れてるか8個に割れてるか<だ>結構8個近いですよねです8個に近いですまあ今、はい、今変な毛が見えたわけ <laughs> <laughs> 大丈夫ですいってないはずういう <laughs> ということで はい、さいあ私がはい私がですか。ここはさゆめさんもここはさゆめさんもってどうですか。いや壊ってる。<笑><笑>私今結構頑張ってますよ。<laughs> いやいやいや本当に。<laughs> だから。はいじゃあぜひあのー、皆さんお店の方にね。そうね。はい、うん、予約とかを取った方がいいんですか。あの予約もすることはできますけど予約なしでも。 あのすぐ、あの来ていただくことできますので、お買い物帰りでも、いつでも、お気楽に寄ってください。あれだ。はい。行きたいな。ないや、もうちょっと最近よくないですよ今から行ったらやる。 閉めたって、さっき夜の部位がそんなのがあったんだ近野、はい、先生オンリーですけどじゃよろしくはい、わかりました、はい、その格好でかい <laughs> はい、どうもありがとうございました、えー、石川さんいろいろですね、うん、あの来てましてこの間の宴の報告はないとかあるんですけど、またあそうだなねいろいろ報告はさせていただきたいということでよろしいですかほうね、ただただお X さんとね、結構な人数が 集まられたそうなんですけどね。ね<え>はい。なか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 でしたということで、<laughs> あの次週ですね、そんな話が聞けるかと思います、えー。次回のライブ配信が2月6日となっておりまして、はい、この日はですね、多分男だらけの放送になるかと思いましてすみません、私お休みさせていただきます。ごめんなさい。次回のゲストさんは？はい。こちらの方です。<laughs> どんな方なんですかいや、私おったことないよ<あ>ミロクさんまだ、ミロクさんうん楽しみにしていただきたいと思いますということで、来週は男性オンリーでどうしましょうはい、申し訳ございません。ごめんなさいお休みしますということで誰か女役くせえといけんことそうですね、多分その辺ウッチーがいろいろあのー SE をしながら <laughs> イェーイとかやってくれると寂しい なんだったらあの電話とかで参加しますけどいかがですか嫌ですほとんど断りますよね <laughs> <laughs> まず突き放すみたいな付 <laughs> <laughs> き放すな,なのでなのでえっ、ー、と皆さん2月6日ぜひ聞いてみてください多分きっと面白いことが起こるんではないかなとはいはい <laughs> 期待した <laughs> 私もじゃあ何番知り合いなんです、ね、あの 一度だけ、ランチ会<あ> FB のランチ会ありましてその時だけちょっと名刺交換させていただいて、はい、ほんまに少しだけですけどあのお話させていただいてで今あの、友達申請であのお友達にはなっていただきます<う>たまにいいねよく押してくださるので <laughs> 友達申請で返事待ち中って言われるかと流さったんか <laughs> <laughs>、はい、その辺多分おやお優しい方やったので。 ぜひ、はい来週僕もしっかり見ますのではいよろしくお願いします、はい、じゃあ皆さん、よろしくお願いしますはい不安な中、来週はい、来週楽しみ、私も楽しみにしておりますじゃあ皆さんしっかりと石川さんにヘルプということでソーシャルの書き込みをしてもらいたいと思いますお二人どうもありがとうございましたありがとうございましたそれでは石川さん、来週よろしくお願いしますはいん来週来週よろしくお願いします、ええ、おいとまい,いたします それでは今夜ついの間、のま20日市この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間、夢ホームの提供でお送りしました。